ってことで、はい、無事トイレも済ませ、はい、元に戻ってきたと、はい、いうところからやけどね。なんか小一時間何も進んでない気がする。びっくりすることね、本当に何も進んでないね。うん、せっかく朝早うから回し出したのにどこまでできるかなって楽しみにしたんだけど、なんか 1キロ動いてないですね。1キロ動いてないね、はい、その何、実装的にはね、動いてるんやけどね、営業キロ的には動いとるんやね。はい、やけどね、結果的に今これ思いっきしセブンイレブンとかでもね通ってきとった、うん、エビマヨおにぎり、ちょっとおにぎりの一個でも食おう。そう、本当はエビマヨおにぎりで動画を撮るっていうのもやってたんやけど、これはね、失敗したね。エビマヨで動画を撮る？エビマヨちゃんって知らん？ああ、わかんない。エビ原マヨちゃんって言って、大食い系の、はい。うん。大食いファイターで今、若い子でバーッと出てきとって、うん、まあ、YouTube とかでもすごく人気の子なんやけど、の子が、うん、エビハラマヨイちゃんって言って、まあ、通称エビマヨちゃんって言って、大食いで、すごい人気なわけやん。これで、でもうちではちょっとコラボはできないやろと、はい。じゃあどうすればいいか、どうやったら検索ワードにこれが乗っかってくるのか、うん、エビマヨ大食いでヒットさせるにはどうしたらいいのかっていうので、エビマヨのおにぎりを無限大食いすれば、はい、行ったセブンイレブンでエビマヨ買って、無限にセブンイレブン回って、エビマヨ食べ続けたら何個食えるのかっていう、動画を撮ろうとしたら、何個やったと思う、はい、まずセブン1店舗につき1個でしょ、うん。5個ぐらいじゃない？びっくりすることいいな、はい、2個で終わってん。なんでやと思う。なんでだろう。これはね、単純に始めた時間が良くなかったっていうのもあるんやけど、夕方から始めてん、うん、夕方前ぐらいかな、昼過ぎ3時か2時ぐらいから始めたんやけど、どこも入荷してなくてさ、おにぎりコーナーどこ行ってもすっからかんな。ちょっと待って、8店舗ぐらい回って、やっと得られたエビマヨおにぎりが2つだけっていう状態で、で夜10時ぐらい最後入ったところも結局売ってなくて、もう心折れて、なんだそこで行くたびに別のおにぎりは買っとるのさ、だもんでおにぎり自体10個か何個か食っとって12個ぐらい食ったのかな、なのにエビマヨおにぎりのカウントでやっとったもんで2個しか食ってないってことになって、大食いでも何でもない客やし、破綻したっつって、もうメインチャンネルからサブチャンネルに降格させて、ファーム落ちすげえ底辺 YouTuber っぽいね。うん、考え方が任せて、うん、そんじょ速度そこら辺でやってる底辺 YouTuber と格が違うで。ああ、もう底辺 YouTuber の鏡だよ。鏡だよ。何年やってると思ってるの？もうその、検索ワードの、とか、考え方がすごい、だって、ね、別の紹介動画でも出してるけど、YouTube の投稿が2019年からやから、まあそこまで早くはないけど、ニコ動含めるとね、2009年からやからな。まあでもニコ動とやっぱ、YouTube やと検索の引っかかり方とか全然違うな。やっぱニコ動の方が足りとはいい。うちのチャンネルは。あ、そうなんだ。うん。いや、なんか、ニコ動って割と閉じ込んじゃないけど、んなんか、結構ね、間口狭いイメージだったけど。うん。まだニコ動。全体のパイ数は少ないじゃん。うん。だけど、ニコ動やと、うん、それこそ、肉声でこうやってやってる人も今ほとんどおらん。まあ、もともとおらんかったけど、ニコ動って、ゆっくりからね、主流ではあったけど。あ、そういえば、分配金、はい、入りましたわ。あ、入った、よかった。はい、本当に、数十円、まあ、だよな、いや、でも、意外と入るんだなってびっくりしましたわ。しかもあれ、プレミアム会員うち抜けたんだけど、ちゃんと抜けた後もちゃんと入る。あ、入る、よかった。うちが、ニコ動のやつって見てたっけな、収益、これあ、これ、収入まだ落ちる。まあ、ちょっとこれまで買っちゃったらあれだけど、大体月こんな感じ。へぇ。そうそうそう。言うて、
あ、なかなか1500とかそれくらい入ってくるから、あ、まあまあ足しになってるんですよ、ね、うん、累計で一応1万個したからね。あ、そう、その動画また撮らないといけないんだけどね、うん、あの山田計算会って言って一応月の、うん、あの報告を上げとるんやけど、あれもちょっとね、うん、あの12月からもうちょっとシステムを変えるというか、分かりやすくするという、分かりやすくというよりは手っ取り早くする、うん、今までまた4時間も5時間もグラグラ調べとるってやってんけど、うん、しかも、ね、もうすぐ今週公開になってんのかな、うん、でやつが11月分の決算の収録してとか強化するあたりになってんのよ、うん、さすがにタイムラグだ。こんだけです。うん、うん。まあまあ、それはね。いや、でも、うん、うん。すごいすごい。そう、タイムラグがね、えぐいことになっとって。だって、その11月のやつって、10月の集計されたやつやから、9月分のやつのやつを今、放送かかっとるっていうとだから、うん、タイムラグがえぐいもんで、うん、これだけは、ちょっと、通常放送とは別の枠で差し込んで、うん。うん、やるっていうの、まあそれまたちょっとね、詳しくはね1月以降の動画でね、うん、あのちょっとちゃんとシステム整えようと思ってるんやけど、うん、今現状さ、うちのやり方っていうのが、だいたい4週分ぐらい作ってあるんよ、うん、週10本投稿で やりますっていうような感じでやっとったもんで、うん、で40本作りますっていう感じやってんけど、うん、さすがにこのタクトだとね、いろいろと忙しい時とかきついなっていうのがあって、うん、スケジューリングするのも大変やし、で急にね動画差し込みたいなと思っても、うん、もう差し込むのもね大変になってしまっとるもんで、とかいろいろ問題が発生しとるもんで、この動画の時はもうその年明けの、もう実は年明けの明けましておめでとうございますの動画は投稿終わってんのよ、だから、うん、今だから1ヶ月先、今が、うん、だから1月の中旬ぐらいの動画の編集が終わっても投稿のスケジュールも終わっとる状態なもんで、うん、なのでこれは別にもう公表になってるからあれなんだ、いいんだ、うん、2023年以降のスケジュールで流してるからいいんだけど、うん、まあ、2022年は週10本投稿の、2022年の後半、週10本、月曜日から、日曜日まで毎日、何だったっけ、毎日8時、20時更新で、で、金曜日の夜に4つ目って言って、地域情報チャンネルを更新します。で、土日のは23時、夜にも、深夜にも放送がありますよっていう形をしとってんけど、これで固定にするとね、まあまあスケジュール取るのがそう大変で、うん、なもんで、とりあえず、毎日更新は継続します、うん。月曜日から日曜日、毎日20時更新は入れますよと。うん、20時更新は入れますよ。で、4つ目もやりますよ。最低週1で。うん、で、ただ、また、これだと、おせち、あ、おせちじゃなくて、今度はあれか、節分、うん、恵方巻きが、破綻するの分かっとるもんで、うん、そういうようなやつはもう毎日更新で対応するっていうような感じで。うん、で、毎日21時に更新を入れますと。うん、だから1時間ずつずらしにしてる、うん。本当は21時ってあんまり更新を入れたくないところではあるんやけどね。そう、まあ、ちょっと遅いよね。あのね、違うの。一番ピークのところなもんで、トップ YouTuber さんって大体21時な。うん、そうなんだ。有名な東海オンエアさんやけど、うん、東海オンエア絶対21時なんだ。うん。だからここは絶対的に、21時でドーンって、持ってっちゃうもんで、うん、他の YouTuber さん、よっぽど力がある人でないと、うん、ここに合わせても再生が伸びない。うんうん、じゃあ20時半とかじゃダメなの？20時半やと、うん、まあ、うちの視聴者さんを目線で行ったときに、うん、30分以上の動画になる時もあるもんで、うち、うんうん、そうすると被っちゃうやん。あ、そっか、うん。うん。っていうのもあるもんで、うん。うん、で、まあ、正直そこはチャンネル分けとるからいいかなと思うけどね。うん、まあでもそれだったら別に、あっちの地域情報チャンネルの方はもう完全に、それで割り切っとるチャンネルかに、9時でいいやってんで、うん、で、11時、23時を臨時放送枠に完全にしちゃって、うん、だから緊急でちょっと告知とかしたいやつが入った時とか、うん、速報でこうやってパッと出したいなっていうようなやつが出た時には、うん、まあ、パッと取って出せるように23時枠を予備で取っとくって、
週、だから週8本から、週8本は確定で、うん、から、最大が15本か。うん、7の10、7、7、2、14の15本。まあ余裕があったら、ショートをダダダダダって出したりとか、あと、出してる動画の兼ね合いで、サブの動画をその日の夜に出した方がいいよねっていうのがあるんよ。うん。うん、今放送がかかってるやつだと、これが流れてる時には多分出てるので、と、今、西日本ターミナル完全制覇の旅っていうのを流してるんやけど、JR 西日本の末端駅、うん、端っこ、路線図の端っこになってる駅。うん、そんな行ったんだね。すべて回るという。うん、まあ、さすがに全部は行けやんかったけどね、一回では。最も遠いところやとどこまで行ったの？どっちが遠いんだろうね。宇部新川か、山口？山口。すごい。仙崎も行ってきたし、長門市の。そうだね。山口行ってきたもんね。そう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 。長門、山口行ってきたけど、うん、時にその辺りとか、通ってきたから、あの辺りは遠かった。だよね。青春18切符で青春する距離じゃねえと思って。岡山の宇野から、宇野から宇部だぜ。しかも、秋亀山経由で。秋亀山ってどこだっけ？ああ、広島の。広島。また、亀仙の。うん。一番端っこ。それ一番端っこやからあれねんけどさ。しかも、壁行くのにさ、なぜか来てんけどさ、うん、ついつい船に寄ってしまってさ、うん、秋やん。秋亀山やん。うん、朝北区やん、うん。広島の一番北の端っこやん、うん、山の。うんはい、なのになぜか船に寄ってしまってさ、うん、船船にクイッて乗ってしまって。はい、クレに寄ってしまって、始末クレに行ってしまった。こんなことをしてる場合じゃないと思っとって。これは鉄路でこうやって行くと大変やから、あ、海をショートカットすればいいんやって言って、うん、江田島経由で行こうとして、とんでもない時間を食って、うん、まあ、そりゃそうだよな。そうだね。冷静に考えたらそりゃそうやな。うん。船に乗って接続1時間待ちを、フェリーターミナルで少しって。うん、むちゃくちゃなことやりながら、一応3泊4日で、無理やり回ってきたよ。うん、ほいで、もう北陸方面とかも諦めとって、もう中国、うん、四国、中国地方の海に、もう割り切ってやってんけど。うん、まあでも、長友津山は行きそびで、それの後にあげるわ、じゃあ。その回の後にあげとくわ。もう、長友津山のとこはもう編集終わっとんのよ。うん、今、仙崎の駅前のところの編集やってるとこなもんで。うん、やらかした。長友津山は広すぎる。時刻表見たらびっくりすんで、うん、もう、名勝線がいかに行きやすいところかって思えてきたもん。はあ、名勝以下？名勝線以下？あ、もう全然ダントツ。和田岬線よりやばいんやね。ああ。うん。ちょっと、わかんないや。簡単に言うと、うん、終電が夕方4時。うん、その終電の1本前が朝の7時。1日2本か。1日3本。3本。一応3本あるんで。うん。朝の7時。間に合わんかった。うん、満喫で、夜を明かして、パッと起きたらもう7時20分で。やってもうたーって。次、夕方4時、無理やーってなって。その特急とかも走ってないわけだね。と止まらないんだよね。時も減ったくりもない。うん。うん、なんであんなところにあんな駅があるんやろって、本当に夏ないけど。あ、うん、っていうのとかがあったりして、散々な雇いやっとたりしとったけど、うん、あ、そう、そういう旅行とかの時はさ、うん、その、まあメインのところでその駅前の風景とかを映して、うん、で、移動中をうちの場合は、鉄道チャンネルじゃないもんで、鉄道チャンネルやったらその移動中に何系のやつに乗って、こんなシートでとかってやるんやけど、うん、うちはそれはやってないよ。っていうか、どっちかというと、その、行った先のところの方が興味があるし、自分自身が。うん、どっちかというと、そういう、まあだから、てっちゃんの撮り方じゃないもんで、うん、で、てっちゃんの撮り方でやると思ったら絶対てっちゃんに勝てやんからさ、うん、だって形式も何もそんな詳しくないやん、これ。うん。うん、パッと乗っとったり、それ8000倍台じゃないですかって、パッてコメントとか入るけど、8000倍台だと何かすごいやろうと思う。うん。シートがちょっと違うとかあるらしい。とかさ、うん。言われてもさ、
おおおおってなるやん。正直な。うん。なもんで、それやったらこっちは解説するがいにならなあかんからさ、それは厳しいなって言うんで。じゃあ、駅前行ったところのやつを撮ったりとか、うん、その駅からどういうようなのが、生き方があるのかとか、うん、ちょっと変わった生き方とか、そういうような方のがええなと思って。そうですね。まあ、路線図とか地形とかそういうね、うんうん、そういうアプローチならば、興味あるけど。そう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 。なもんで、うちもそっちの方なもんで。だから、車窓とかはそこまで使わんのさ、うん、本編中に。なもんで移動中のやつを撮っとるやつは、間のサブに挟み込むで、うん、8時のやつで、そのメインのやつで、その駅前のやつをやって、次の駅に行きますっていうところで、サブのところで、その移動中の動画を挟んで、そうすると次の日にその移動先の動画って言って、まあ一応時系列が繋がるように、うん。っていうふうにしたいときに、今年はどうやっとったかちょっと結構無理やりグイグイグイってちょっと調整して、週末にそういった感じの動画になるように持ってきて、週末のところで移動するみたいなとか、もしくはもうちょっと移動の動画を後回しにしてるみたいな感じだったんだけど、それはそれでリアタリ見ていただいてる人にちょっと見にくいかなとかあったもんで。そういうのを仮定するのにもうちょっと自由枠をちょっと広めに取っとくっていうやり方の方がいいなって。固定して運用するには、ちょっと、やっぱ仕事しながらだと難しいな、っていうのがね。というわけで、はい、さあ、いい加減始めていきましょう。はい、なあ、多分今のところで一本作ってるから、うち。そうよ。この、じゃんけんの旅って言ってさ、移動するよっていう動画なのに、なんとこの駐車場で話してるっていう動画だけで一本作ってるはずだからね。はい、やばいや、そりゃダメだ。どうしようかな、これね。SD カードも買いに行かんとね。あ、そう。途中でね。うん、まあ一応これが18時間残ってるんだけど、うん、ちょっとね、その、唯一その残ったこの SD カードがね、うん、ちょっと心もとない。うん、たまにデータエラーって、データエラーっていうか読み込み不良が起こって、うん、カメラ止まっちゃう時あるもんで、うん、あ、古いんだわ、SD カード自体が。うん、一番古い。うん、動画とか撮り始める前から使っとるやつやなもんで、うん、調子が良くなくてね、どこに置こうな。ここでもいいよ。あら、はい、ありがとう。いや、美味しかったですこれ。美味しいぞ、うんうん、あ、今ねこれ飲んでるところですよ。まあ、YouTube ね見ていただいてる方ちゃんとどうしたの、今度載せるからね、アールコーヒーボトルのね、うん、これ美味しいんだよ、うん。ミルクの方ほんと飲みやすいしね、うん、朝入りだから寝る前とかでもいい、本当に、うん、ブラックでもね、うんうん、で問題はここの先をどうするかだね。